はい、こんにちは、えー。今回もですね、あの、憲法答本が語る5つの教えの、えー、5個目ですね。5個目の教えになりますね。まあ、4個目の教えが非常に難しい教えですね。この4個目の教えが、まあ、お釈迦様が、まあ、見ていた本当のこの存在の世界観を表してますね。この4個目の教えを暗記しちゃってください。 この4個目の教えが一番このポケ教の中のってことはイコール存在のこの全創造世界の真空の出身になるんですよ。もう一回読んでみますね。まあ実に他の諸々のブッダの国土においてブッダ世尊たちがこのタラシオシエの白蓮という方も説かれるときと、えー、私はこの全身を祀るスツーパーをしてこのタラシオシエの白蓮という方も注文するためにそれらの世代の元にお向かせよう。 まあすごいビジョンですね、これね。はい。まあ、各世界で如来が極快を開いて、四死の回収を真空の宇宙の始まりの極快を開いていると。まあ、そこに私は行くということですね。はい。そして、ブッダセゾンが私の全身を、まあ、スツーパーを開いて四種の回収に示そうとするときには、それらの如来は実は十方のそれぞれ異なるブッダの国土には、 それらの如来が自分の体から消さした如来の分身がいて、互いに異なる名前で、それぞれブッダの国土によって修行たに星を説いているのだが、そのすべての分身の如来を習慣に参照させた上で、その後で彼ら体から消さされた如来の分身と一緒に私のこの全集を祀るスーパーを開いて、死子の回収に示すべきであると。 まあ、要するに、各世界に如来がいて、まあ、各世界って言っても実は何も始まってないわけだから、一つの何もない真空、まあ、場とも言えない場に、まあ如来は重なり合って、宇宙の始まりの真空っていう場に重なり合って、そして、えー、と、法華経を解いていると。するとそこに、まあ、何も始まってない状態である多方等が行くと。はい。 でまあ、その扉を開いて、まあ、宇宙の本当の実装ですね。実は、えー、一人の如来の上に立った塔が一つではなくて、無限に実は如来の上に塔が立っていたっていう。そのすべての塔が集まって一つの何もない真空である。他、えー、方塔にあるっていうですね。はい。でまあ、その扉を開いてその本当の姿を見せると。まあ、要するにそこに各如来が入っていて、二乗差物って言って、 多方うの中に入っちゃうわけですね。そうすると、えー、ほけを解いて時期を授け終わった如来が、みんなその、塔の中に入ってしまうと。つまり入滅してしまうってことですね。この入滅した状態が始まってない状態っていせっと、はほうの集合体っていう。まあ、すごい例えですね、これね。はい。で、まあ、各如来が、その、法華経を解いているときには、 まあ、十方のそれぞれのブッダの国土には、その如来が、えー、自分の体から消さした如来の分身がいて、互いに異なる名前で、それぞれのブッダの国土に行って、囚人たちの教えを解いている。まあ、これ、ちょっとここ役が、日本語役が、ちょっと追いついてないんですけど、まあ、シャーカムニ如来であれば、シャーカムニ如来はこの、我々から見ると、すでに西方の、2500年前の西方の如来の、第五の教えの中で、 法華経を解いてるわけですね。極空海で、死、え、子、ー、の種にまあつまり、この法華経が、そして広まってる世界ってのは、たくさんあるんですよ。で、その各世界にこの法華経があると、お釈迦様のと。その中でお釈迦様は、極空界を開いて、法華経を解こうとしてると。で、塔が、もう、来て、そしてその塔を開こうとしてると。その時には、まあ、すべての、各世界にいる、この本、お釈迦様の法華経を読んでる、如来たちが集められてくるっていう。 そしてその中でお釈迦様は塔を開くと、まあすべての、如来たちが実は重なり合って、塔を建ててそこにいて、そしてそれが二滅した状態が何もない真空なんだよっていう、これを表現しているわけですね。はい。私が何を言ってるのか分からない人もおそらく多いと思うんですけど、まあそれが分かるようになった時が、まああなたが、ええー、まあ、時期をもらった如来、 大菩薩になっているときですね。はい。そして、その如来もすべて集まった状態。まあ、この中でお釈迦様が、法華経を解くと、塔が立っていると。そして、他の如来たちも、すべてこれを読んでる、セミライで読んでる如来たちも、そしてその、えー、大菩薩たち、三輪僧たちもみんな集まった状態の中で、そして、えー、塔を扉を開くと。はい。そうすると、ころをまあ、読んでる。 如来と大菩薩さらにシャーカム如来がとさらに、えー、重なり合っている如来たちが全部集まってくるとでここで大吾の言葉になりますねだけどさらにシャーカムに如来の体から消さ,された分身の如来たちはなお未だ一つの方角からでもそのすべてが到着したわけではなかったとさらにこの中で解いているシャーカム如来の分身の如来もいると 分身の如来がいて、その分身の如来が無限にいて、その上にも塔が立っていると。そしてその、えー、シャーカム如来、分身のシャーカム如来たちも一つ一つが、この法華経が未来に行ってて、そこに読んでる無限の如来と、それを解説してる如来と、弟子たちが無限にいると。それらが全て集まってきて、いよいよ、極右会が始まると。死死の回収を上に上げて極右会が始まると。はい。 そしてそのすべての如来が入滅した状態が真空であって、それが扉を開けて見える情景ですね。はい。そして最後にお釈迦様は言います。いよいよ、命令しますと。えー、っと、ビクたちをすでに日本に入られた指導者であるこの偉大な聖戦でさえも法国からのスーパーにいてこのお城を弔問するために来られたんだから、 教えのために誰か努力精進を起こさないだろうけど、完全な値案に入られてから多くのコーティーゴンを経ておられるのに、そのぐらいは実に今もなお教えを弔問されると、教えを聞くことのために彼はあちらこちらに赴かれると。まあ、そうして、えー、この経典を解き明かすならば、私にもこの宝具からのスチューパーの中におられる多方セゾンにもこの座席においてまみえたことになり、 えー、さらに、幾百もの多くの国土から集まってきたこの他の多くの説の保護者にもまみれたことになると。ある人がガンジス川の砂のに幾千もの多くの経典を解き明かしたとしても、その程度のことでしはなしがたい行為とは言えないと。えー、このような消費者の息子が常に私を供養したことになるし、この教えを弔問するために対する主法は法にもっかれる消費者であり、自己存在者である他方世来を同じく供養したことにもなると。 ある人がスメール山を片手にわしづかみにしめていくコーティーもの国土の体に投げ飛ばしたとしても、その程度のことではなしもたい行為とは言えないと。ある人はこの三千大世界を片足の親指で振動させいくコーティーもの国土の体に蹴飛ばしたとしても、その程度のことではなしがたい行為とは言えないと。まあ、要するに法華経を解き明かすということ。まあ、つまりこの憲法統合のこの構造を人々に解き明かして人々に聞かせるってことは、 最高の存在感、宇宙に立って他の幾千もの経典について説法したとしても、その程度のことでは、この法華経を人々に聞かしたことよりも、はるかに劣っていることであると。世間のブッダな涅槃に入った後、極めて恐ろしい後の時代に人がこの経典を受実するか特化するならば、それこそま,まさしく、なし難いことであると。 ある人は極空界全体を一つの握り拳の中に入れ入れてからどこかへ行ったとしてもその程度のことではなしなたい行為とは言えないと。それよりもはるかにこの憲法統合の5つのえを人々に聞かせて理解させることのが難しいと。さあ、弟子たちをこの経典を要が入滅したその時に世界に解き明かしなさいという。それは非常に難しいことだと。この三千世界を握りつぶしてふっと吹くよりも それは難しいことなんだってのここで言っているわけですね。はい。まあ、そして、まあ、この5つの文章によって、えー、憲法同文っていうのは語られていますと。まあ、そうすると、ここの法華経を各世界で読んで、シャーカムにはその中心で、えぇ、ー、法華経を解きたまいと言っていると、まあ、中治術文ですね。まあ、我々、私たちもそうですけよし、じゃあこの法華経を解きましょうと。 この世界に、僕たちのいるこの文明の最安坊にこのお経験を解きましょうって言うんですけど、えー、そんな解く必要はないんだと。解く必要はないんだと。えー、私の教えはすでに時期を授けてるから、このお経験の中で完成してしまってると。えー、そうするとサハ世界が割れると。サハ世界が割れるってことはお釈迦様の。まあ3次元、4次元、5次元、6次元、7次元、8次元までが割れて何もない真空になってしまうと。つまり時期を授けたんで、この十字術の菩薩たちや、 もう真空の中で飛び交っていて、あちこちでビッグバンを起こして、菩薩業をして、そしてさらに、まあどこで、あらゆる世界で菩薩になり、菩薩業をして、そして、如来になって、しかもさらに時期を授けて、さらに菩薩になり、そして如来がもう無限に生み出されて、その如来たちがもうあちらこちらで法華経を解いて、さらに、えー、塔を扉を開く、開く前に集中を集めて、そして、塔を 開いて、そして、みんな真空になってしまったのが、この法華経なんだよと。だから、君たちは、この法華経、私の法華経で生まれたユーズムエセが完成されてしまっているんだから、この法華経を解くんじゃなくて、まあ、皆さんがいる、菩薩としている、その、如来の教え、時期をもらって、そして、生まれ変わった世界の、ある、その如来の法華経を解きなさいっていう、こういうつながりを言ってますね、はい。まあ、これで、 憲法当番が分かると、十字術本とか、あと、如来二郎本とか、えー、っと、まあその前の、えー、っと、星本とか、あと、明音菩薩本とか、あと、えー、っと、不言菩薩関発本とか、全部つながるんですよ。はい。まあそのあたりも次回から。